皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今週のカンブリア宮殿は、オフィスが縮小されているのに売り上げが激増しているというですね、オフィス家具メーカーの岡村の特集ということで、この特集めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃためになる。これすごい番組でした。すごい特集でした。内容を簡単に解説していきたいと思います。で、オフィスといえばですね、当然コロナでオフィスは縮小してるわけですね。そもそもオフィスが人に行かない、緊急事態宣言とかで在宅ワークやテレワークが進んでいると。で、完全になくなるわけじゃないけれども、いや、5フロアあったけど、もう4フロアでいいよねとか、3フロアあったけど、2フロアでいいよねって、どん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 縮小の動きがね、加速してるわけですよ。ってことは、オフィス家具を売っている岡村としては、ピンチなはずなわけです。で、実際に、緊急事態宣言が一番初めに発令されて、みんなが出社しなくなったときは、もう利益が激減したらしいんですけれども、そのピンチをチャンスに変えて、売上増、利益増にしてるんですね。で、これ、なんでそんなことができているのか、オフィスが縮小しているのに、なぜ快進撃を行っているのかというとですね、オフィスの内装提案をしているっていうんです。要は、オフィス縮小は千載一遇のチャンスだと。つまり、オフィスを縮小するってことは、例えばオフィスをね、例えばでっかいところからちっちゃなところに移るとか、5フロアのものを4フロアにまとめるってことは、今までのレイアウトじゃまずくないですかとか、あとはね、例えば、これだけ在宅ワークが進みながら、でも例えば、ね、1週間に1回来てくださいとか、ね、会議をやるための場所がありますみたいなことだったら、今までのオフィスじゃなくて、意味のある、出社させる意味のある内装にしないと意味ないですよねってことで、そのコロナでオフィスが見直される中、今の時代に合ったオフィスの提案をすることで売り上げを上げていると。これすごいですよね。で、例えばですね、社員が会社に行きたくなるようなオフィスということで、いくつか手掛けた事例を挙げてるんですけれども、もう本当にね、カフェみたいな職場なんですよ。でも考えてみればそうですよね。要はその、会社来なくていいと、家で仕事してくれって言っても、家で集中できない人もいるわけじゃないですか。でも、そんな時に、会社自体がカフェみたいになってれば、そのね、いわゆる普通にカフェで仕事をしたら、やっぱりセキュリティの問題とか、人に見られちゃうとか、営業時間の問題とかね、いろいろ問題ありますけど、会社がカフェみたいになってれば、要は家で仕事できない人も、ね、その要は家で仕事する代わりに、カフェで仕事するんじゃなくて、会社のカフェで、ね、仕事するみたいな、そういうようなものとか、もう本当にオフィスとは思えないような、自由な雰囲気とか、リラックスできる雰囲気とか、だから逆にそれによって、むしろね、在宅ワークが悪いってわけじゃなくて、いや、むしろ会社に行った方が効率上がるよねっていうのは、すごいいいオフィスにしていると。こういう提案をして、そしてそこに家具も売るというですね、非常に賢い戦略ですよね。で、あとはですね、オフィス家具自体も売れておりまして、その個室ワークブースとかですね、座り心地のいいオフィスシェアなんかも売れていると。その個室ワークブースなんかは、結局その出張が減って、例えばリモートになったみたいなね、要は会議がオンラインになったみたいな時に、例えば自分の会社には出社するんだけれども、取引先には行きませんよって言った時に、じゃあ、ズームでオンラインで会議しますみたいな時に、今までの職場だったら、周りに社員もいて、周りに話し声がしちゃうから、ざわざわしちゃうわけじゃないですか。そういう時に、いや、個室のワークブースがありますよと、それを社内に導入しませんかって言って、つまり、コロナ禍にあったオフィス家具を新たに売って、これがめちゃめちゃ人気になってるとか、その本当に座り心地のいいオフィスエアが、今までと違って本当に座り心地がいいと。だから、その椅子が売れる、そのオフィスでの椅子が売れるだけじゃなくて、在宅勤務で家でやってる人たちも、今までそんなに家で仕事してなかったけど、もうずっとこの椅子に座ってるわけですよ。やっぱり居心地のいい椅子じゃないと、やっぱりっていうことで、その在宅勤務してる人たちにようにも、そのオフィスシェアが売れるということで、これ本当にそのコロナをチャンスに変えて、すっごい企業ですよね。ということで、オフィス縮小を機にですね、本当はマイナスなはずなのに、
ピンチを見事にチャンスに変えて売り上げを伸ばしている素晴らしい企業ということで、いや、本当にね、すごい企業だなというふうに思います。本当にね、この特集面白かったです。で、この社長さんが言ってるんですけれども、コロナは大きな環境変化だと。環境変化があるところには必ず新しいビジネスチャンスがあると。その新しいビジネスチャンスを早く見つけたものが勝つんだと。なるほど、ということですよね。そして、これはもうずっとこの企業の家訓としてずっとこう受け継がれていることらしいんですけれども、同じことを繰り返してダメなんだと。同じことをやってたら企業はいつか死んでしまうと。今までのものを破壊して新しいものを作り続けなければならないということで、これもね、本当に素晴らしい。まさにそれを実践して、コロナでピンチのはずなのに、むしろ売り上げを伸ばしているって、本当に素晴らしい特集でした。カンブリア宮殿の岡村の特集ね、本当に、いや、なんかね、コロナでピンチとか、リーマンショックでピンチとか、いろんなピンチがあっても、その時こそ何か絶対にチャンスに変えられるはずだと言って、うまくやっているという素晴らしい事例なので、これね、本当に面白かった特集ということで、もしね、見逃し配信とかで見れる方は見ていただきたいと思うんですけど、見れない方はこんな内容でしたということで、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。